浜本由衣7月28日隊は、日本のプロ卓球選手、女優、モデル、大阪府大阪市この花区生まれ、卓球選手としては、木下浴びえる神奈川、モデルとしては、マイムプロに所属、バタフライタマスの契約選手でもある。ただし、モデル業は休業中である。また、2016年卓球日本代表に選ばれている、2008年2月17日の、 大阪国際招待選手権、ホープスの部に出場した際、母親がデザインした黄色のウェアでプレーし、4元二世と称された。また、卓球美少女とも呼ばれる。1998年7月28日に、中華人民共和国出身で、卓球選手の母と日本人で、実業団のバレーボール選手の父の間に出生。3歳からバレーを始め、 5歳の時に卓球に転校する。小学1年生からは、現在の事務所に入り、モデルとしての活動を開始する。2005年4月10日に、大阪府立単育会館で開かれた第9回、少年、少女シングルス、卓球大会小学生4年以下男女2部で、小学1年ながら優勝。同年7月に、神戸市で開かれた全日本卓球選手権大会、ホープスカブ、 バンビの部で、バンビの部に出場、初出場で、ベスト32の成績を収める。その後、着実に成績を上げ、2006年7月30日の全日本卓球選手権大会女子、バンビの部で優勝、2007年2月10日に大阪市中央単位区間で開かれた第40、ワンピース地立てのウェアで注目された第47回。 大阪国際招待卓球選手権大会では、株女子の部で準優勝を果たす。2009年7月26日の平成21年度、全日本卓球選手権女子ホープスの部で優勝。この試合の勝因について、浜本は、日本卓球のインタビューに対し、作戦が良かったからだと思いますと、コメント、決勝戦4セット目での挽回については覚えてないと、答えた。 このインタビューでは、次の目標として、カデット優勝を掲げたが、2010年11月21日に、岩手県の花巻市総合体育館で開催された、平成22年度全日本選手権カデットノブ女子13歳、イカシングルスを3から0で制し、目標を達成した。2010年4月9日に、日本卓球協会強化本部から、女子、ホープスナショナルチームに指定される。 2011年1月18日に東京体育館で開かれた全日本卓球選手権大会にはジュニア女子シングルスで出場し、高校生を相手に3から0で解消し、2回戦に駒を進めた。1回戦突破後、目標は優勝ですと語り、ベスト16の成績を収めた。同年、小学校を卒業し、JOC エリートアカデミーに入校。 東京都北区立東付中学校に進む。これにより、卓球に専念することとなり、モデルとしては休業することになった。2013年1月18日、中学2年生で全日本卓球選手権、大会ジュニア女子決勝に進出し、4天王寺高校2年の松平志保と対戦し、第1ゲームと第3ゲームを取るも、第4ゲームのマッチポイントで、 松平にエッジ委員の判定が下って、以降調子を崩し、準優勝となった。2014年5月、重慶で開催された、中国スーパーリーグの下部組織の公営リーグの、河南省のチームに、日本人から、同じエリートアカデミー所属の平野美宇と共に参戦。2015年12月12日現在、世界ランク第50位。同年、稲付中学校を卒業し、 大原学園高等学校に進学。2015年12月25日、2016年の世界卓球の日本代表選考会で優勝し、女子代表に選ばれ、本大会では銀メダルを獲得した。その際、女子高校生で身長1 7 4トルモデルというルックスと、2016年全日本選手権2016、女子ジュニア優勝という実績から、 強くて可愛い、強川女子高生としても注目を集めた。また、2015から16シーズンより、ドイツ卓球、ブンデスリーガのベルリンイーストサイドに加入。2016年9月より、日本オリンピック委員会より、ネクストシンボールアスリートに選出される。2016年世界選手権の表彰式2016年11月。 ITTF オーストリアオープン決勝で伊藤美真に敗れ準優勝。2016年12月発表の世界ランキングで自己最高の23位に入る。なお、18歳以下の世界ランキングは3位。2016年12月11日 ITTF ワールドツアーグランドファイナルで早田ひなとダブルスを組み優勝。日本勢としては2014年の伊藤美真 平野美宇のみ、海間、コンビ以来2年ぶりの快挙となった。2016年12月25日世界卓球2017、ドイツドユッセルドルフ大会女子選考会で、森園美咲に敗れ、準決勝敗退。2017年1月発表の世界ランキングでは、自己最高の22位に入る。2017年の全日本選手権では同じく、 JOC エリートアカデミー所属の長崎美優とダブルスを組むも2016世界卓球代表の若宮ペアに敗れ敗退。また、女子シングルスでは5回戦で三宅夏日に敗れ敗退。2017年2月発表の世界ランキングでは自己最高の16位に入り、3ヶ月連続で自己最高を更新。3月にエリートアカデミーを卒業し、4月より、 実業団の日本生命卓球部の所属となる。2017年6月東京体育館で行われた ITTF ワールドツアージャパンオープンより石川かすとダブルスでペアを組む。2018年4月から T リーグの木下アびえる神奈川に移籍することが報じられ正式に所属になった。2019年よりオーストリア卓球協会所属でワールドツアーに参戦することになり、 同国への国籍変更を希望していることが報じられた。20歳の浜本が帰化した場合は、国際卓球連盟の規定により7年間はオリンピック、世界選手権に出場できなくなる。5歳からインターナショナルスクールに通い始め、日本語、中国語、英語の参加国語を話すことができる。福原愛良を育てた佐久間六郎は、スケールが大きくて二十年。 30年に一人の選手、と評した。平日は6時10分に起床し、朝練として、ランニングを行い、朝食をとって学校へ通う。17時に、アカデミーへ帰って、軽食をとりながら練習を行い、20時からは、ウェイトトレーニングなどの体づくり、21時10分以降、入浴、洗濯、夕食、宿題を行い、時間があれば、趣味の読書をする。 23時に消灯となるため就寝する。休日は14時まで練習を行い、18時の門限までは外出ができる。エディートアカデミーでは遺跡春光から指導を受けている。エディートアカデミーでは毎週語学の授業を行っているが、入校前から語学力の高かった浜本だけは特別クラスで受講している。語学の講師はおとなしい性格と評している。 ありがとうございます。